フィットネス業界の専門の経営情報誌ですとか、専門誌の編集出版などをしています。国立劇場という場所で踊れる機会っていうのはそうそうないと思ったので、和歌子さんにこの機会があるっていうのを聞いた時にメイドの土産と思ってちょっとチャレンジしようかなと思いました。毎回勘次郎先生と間近に実際に踊る姿とか、あといろんな仕草とかも間近で見れて、でやっぱり踊りって結構その直接見て学ぶことってすごいたくさんあるので、もう1対1でずっとこう見ながら教えていただけたのはすごい貴重な機会になりました。やはり日本の伝統芸能を支えてきてくださる方とお会いできたりとか、あとその仕事場に行かせていただいて、で特にカツラとかもああやってこう一人一人 の頭に合わせてするんだなってい こうやっぱり普段では知れない世界に触れることができて、で結構若い方もいらっしゃったんで、なんかこうやって芸能って継承されていくんだなっていうのをすごく感じることができました。一発勝負っていうのに本当に結構そうなんだなと。左足でね、それでこのままもう、そう、いい、これを見てる、はい、これを音を出すんで踊ってみてください。最後だけ踊って、最後だけ、これで3を今度は終わる時です、はいはい、あれだとギリギリいっぱいになっちゃうと思う。だからたくさん大丈夫大丈夫、ありがとうございます。事前からもうカツラも衣装もお化粧もその一時だけで、もうカツラもバラさっていうのを聞いていたので、そうですね、あの瞬間にいろんな偶然がこう集結して、みんなのプロフェッショナリズムみたいなものが集結されて、 その ひとときを過ごせたのがもう何よりこう貴重な体験になりました。舞台が始まる直前に全部出来上がったんですよね。もう着物も着て化粧もしてでカツラもして、それでその姿を見た時に自分でもなんて言うんだろう、自分で言うのも変なんですけど、やっぱすごい美しいっていうか、なんか私の最高の姿みたいな感じのに仕上げていただいたので、なんだろう、そういうプロフェッショナルな人の中で自分がこう自分の美しい姿というか、なんかそういうのに出会えるっていうのも今回すごいこの機会良かったなというふうに思うので。興味ある方本当にプロフェッショナル素晴らしく仕上げてくださるのですごいいいと思う、楽しみだと思います。